中選挙区制。中選挙区制は、1994年まで、衆議院選挙において用いられていた、一つの選挙区から複数人、概ね3人から5人を選出する選挙制度に、対する日本独自の故障である。衆議院選挙で一時期用いられていた、大選挙区制と比較して一選挙区の当選人数が少ないことから、このように呼ばれるが、 一般的には一選挙区から複数人を選出する方法は全て大選挙区制に分類さる。一般に次の2つの時期に採用された日本の衆議院議員総選挙以下総選挙の大選挙区制非常識短期制の選挙制度が中選挙区制と呼ばれている。戦前の中選挙区制度では厳格に定数が3から5と決まっていた。 戦後の中選挙区制時代の総選挙では、議員定数是制による増減によって、二陸や六人区が少数の選挙区で存在していた。また暫定措置で、甘美群島が本土復帰した際に、定数一の甘美群島選挙区が置かれていた。同じく複数の候補を制限連期によって選出する制度が採用された時期のうち、は、共に大選挙区制と呼ばれる。 戦前の大選挙区制では6人以上の選挙区が29区も存在していた。また、においても一部に短期投票の2人区及び3人区が存在したが、この時の制度は小選挙区制と呼ばれる。第7回総選挙から行われた大選挙区非常識短期制は伊藤博文によって推進され、第2次山形内閣の時に成立した。 第16回総選挙からの中選挙区短期制は、いわゆる普通選挙法によって制定された。1、前者、後者ともに、林田亀太郎を考案者とする説がある。この説は、小選挙区制は多数代表のみの選出が行われる、ことが問題であって、短期以上式投票は、性能が良いが複雑であり、しかも、名簿式は、無所属候補を排除するゆえに、 差し当たってこの制度の導入を主張した。に前者を、一喜木と黒公案に、山形有友が意図を載せたとする説がある。一喜は、一、同様に比例代表の趣旨を達すると説明したが、山形の意図は対等しつつあった、政党勢力、民党分断による、反発勢力朝鮮内閣維持にあった。戦前の大選挙区非常識短期制を廃止したのは、原高氏であった。 戦後の中選挙区制、大選挙区非常識探規制に関しては、1 9九十年の第八次選挙制度審議会にて、政党中心主義を唱え、小選挙区比例代表並立制の制定を、当時の海部内閣に投進した。1 9八十年代後半から1 9九十年代前半の政治改革論議において、中選挙区制では、多数党となるために、同じ選挙区で、 同志打ちをしなければならないため、近県選挙が横行する現況であるなどと批判された。1993年の第40回総選挙において、選挙制度の改革が争点となり、自由民主党が下野し、55年体制の崩壊、その後衆議院に小選挙区比例代表並立制が導入された。なお、参議院の選挙区選挙では二0 1年代現在でも一区を、 除けば、中選挙区制、大選挙区非常識短期制で行われており、日本の国政選挙で完全に廃止されたわけでない。しかし、一人のみ当選する小選挙区制度では、一定以上の得票率で、著しい二席占有率を得ることで大政党に偏って有利になることに加え、増加傾向にある、無党派層の動向によって議席が極端にぶりてしまう、ことで、 長期的視点に立った政治ができないといった批判が次第に高まることになった。実際に第44回総選挙、2005年、第45回総選挙、2009年、第46回総選挙、2012年、第47回総選挙、2014年、第48回総選挙、2017年と5回、連続で一つの政党が総得票率50%未満の 状態で小選挙区議席数の3分の2以上を占める結果とないる右グラフも参照。こうした状況を踏まえ、2011年に渡辺孝三や加藤浩一を世話人とする衆院選挙制度の抜本改革を目指す議員連盟が発足した。同連盟は中選挙区制、大選挙区非常識短期制を復活を目指すものとされ、この議員連盟の会合において、 河野洋平前衆議院議長は、かつて自民党総裁時代に野党党首として、小選挙区比例代表率制の導入に協力したことについて、率直に不明を詫びる気持ちだ。状況認識が正しくなかったと発言した。また、小選挙区比例代表並立制は妥協の産物であり、細川森弘と同様、当時から中選挙区制限連規制を支持していたという。 小選挙区比例代表並立制の採決の際の造反議員を処分した日本社会党、現社会民主党は2006年に処分された議員の名誉回復を行った。このほか、新党改革や次世代の党などの小規模な政党が中選挙区非常識制限電気制の復活を主張している。園田博之や竹村正義、野中広文は、 政党内での友倒れを防ぎ、政党同士が政権を争える案として、2名の制限連期式の中選挙区制の導入を主張している。公明党は、自治公連立の際に中選挙区制復活論を主張したが、政権エア後は比例代表を重視した選挙制度を主張した。全東京都知事で、元参議院議員、舛添洋一が、 ツイートで、一小選挙区制は危険すぎるに一人しか当選できないので、政策はそっちのけで課税に乗る三自由な言論、政治活動は蝕まれていると指摘。中選挙区制復活を考えた。戦後長らく続いた中選挙区制では、約130の選挙区から500人を超える議員を選出するため、単独過半数の獲得を狙う政党は一、選挙区あたり、 平均二人以上の候補者を擁立する必要がある。しかし、短期非常識投票で実施されたため、同一政党の候補者の同士打ちを避けられない。さらに、政権与党であった自民党は、高度に組織化された中央集権政党ではなく、地方試験的色彩が強かったため、支持者からの票を候補者間で均等に票割りすることは困難である。このため、同党の公認候補が、 選挙区に二人以上いると、特定の候補者のみに票が集中してしまうことが、しばしばあった。ただし、大選挙区非常識完全連規制であれば、同志打ちを解消することができる。小選挙区制同様に多数代表制に分類されるが、有権者に選択の余地を広げて一つの選挙区から複数代表を送ることができる点が小選挙区制に、勝る。これについて、 ジェイマーク・ラムザイヤーとフランシス・ローゼン・ブルースは、中選挙区制がもたらす、政治的帰結を論じている。第一に、自民党候補者は、党の看板を掲げるだけでは、自党候補者との票争いに勝てないので、自前の講演会組織を育成し、地元選挙民へのサービスに不信する。第二に、自民党議員は、党内派閥に帰属して、再選のための支援を受ける。第三に、 選挙区内での周票の墨分けを図るために政策分野についても墨分けを行い、それぞれの議員が特定の業種に対して利益誘導を図る。さらに利益誘導を行えるのは与党議員に限られるため都市部への人口移動によって苦戦を強いられたものの自民党は選挙で勝利を重ね、長期にわたって一党優位体制を維持することができた。野党については 日本社会党は過半数の候補を立てたのは大選挙区制を含めて3度だけだったが、1960年代までは一選挙区で複数候補を擁立した例は多かった。しかし田中善一郎によれば自民党候補者は当選回数を重ねるごとに強くなっていくのに対し、社会党候補者は当選回数と選挙の強さの相関がほとんどなく、党の看板に頼った。 選挙戦だったと結論付けている。さらに、社会党は1970年代以降、大部分の選挙区で単独擁立が状態となり、一方で、自民党候補が選挙区内での住み分けを進めたため、なおさら野党候補が割って入るのが困難になっていった。共産党、民社党、公明党といった他の野党も、一部例外を除いて一選挙区で、複数候補を立てる力はなく、 一等をもって過半数を狙える勢力には成長しなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。